はい、こんにちは、スプラートです。梅ちゃんとベラちゃんです。こんばんは。アクリル絵の具を始めて3日目、ということでね、これをね、動画撮ったから今からこれ描きます。エンジョイ。完成でーす。これね、実はね、動画で撮ったやつとこの狼違うって知ってる？乾く前に夜に光るやつ、英語だとグローインダダークって言うんだけど、もう塗ったら狼が消えちゃったので、全部もう一回消し直して狼描いたらワンちゃんになっちゃった。アクリル絵の具とスプレーアートの違い、今のところで全然わかんないよ。スプレーだとね、これ描きづらい。スプレーより多分はるかにアクリル絵の具で描いた方が楽。スプレーだとなんか剥げちゃうじゃん。そのアクリル絵の具の最後の仕上げ剤みたいのを塗るとなんかツヤが出て剥げない、うん、どう？かわいい、私好きということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントも忘れないでください。アディオスアミゴー。アディオー。